はい、今日もあなたと百姓一揆ということで、本日は2018年の、10月17とかですか、日曜日ね。さあ、そんなことで、今日ね、午前中から雨でね、なかなか優れない天気なんですけども、できれば休みたいね。日曜日ね、体調も悪いですしね、休みたいんですけども、今日はね、お手伝いの方もこうやってね、お一人来ていただいて、一生懸命頑張っております。さあ、てことで何やってるかって言いますと、こいつですね。何ですかってことは、種まき機なんですけどもね、やってみますかっていう話なんですけど、さっきからやってるんですけどね、見えますかね。これで一粒ずつ、穴に落ちてまけてるという。いくらぐらいするんだったかな、これ。何万かするわけですけど、そんなに高くないですけどね。ただね、結論から言うと、いまいちなんです。覆土がね、土の状態によって覆土ができないですね、これね。今日みたいにある程度雨が降ってね、湿ってる時には、一見便利そうに見えてね、まあ手で撒いた方が早いんじゃないかっていう感じですよね。なのでね、あんま使う時もあんまり出番ないんですよね。だから結局はね、宝の持ち腐れなんですよね。こうやって今ちょっとやってみたんですけどね、手で巻いた方が早いんじゃねえよと。しかもこうやってね、わかりますかね、覆土がね、白いのが見えてるわけでしょ。ね。なんで、っていう感じですよね。これ、だからもう一回こう、覆土をね、し直さなきゃいけないなんて言ったら、何のためにやってるかわからんですよね。ね、こういう機械ってね、だから本当にその時の諸条件でね、使えるものもあれば、そうでないものもあるわけです。こうやって上からね、白いのが見えてたら、種見えてたら発芽しませんよ。これ、人参ですけどもね。全くもってって感じですか。まさに二度手間ってことですよね。なのでね、パス。ちょっとオタク使えませんねっていう話なんですよ。言われたもんです。なのでね、やっぱり手で巻こうかって話なんですよ、これ。だからやっぱり、じゃあこの人はいつ出番があるのって話なんですけどもね、なかなかそういう出番はこれからないかもしれないですね。ということで手で巻きます。ね。人参ですよ。ね、人参を巻いてるわけですけどもね、今年は人参がね、ちょっと秋冬調子悪くて、足らないかなっていう感じなんですよね。なので急遽たまに、やります。数が足らない時とかね。これが今、このマルチのところに巻いて、3月撮りですね。3月に撮ります。よいしょ。この後皮膜を1枚かけてですね、パオパオという、ふわっとした皮膜資材をかけて、ずっとね、こうやって下を向くと鼻水が垂れてきてね、だからそれが嫌でね、今のあの機械をね、使おうかと思ったんですけど、で、このままね、この太陽熱マルチ、この隣のやつとかが4月、もう来月からね、春人参の種まきが始まります。ね、それはこう手巻きじゃなくてね、また違う別の端切れ巻くんですが、まあまあいろいろこうやってね、苦労しながらいろんなやり方ね、ノウハウを作る、投入しながら野菜を作っている次第でございます。ね、これはできればね、葉付きで出したいですけど、どうですかねって感じですね。よいしょ。結局手で巻いた方が早いっていうね。
まあ一番いいのはね、トラクターでこれを鳴らした上でマルチ張ると同時に箸がね、種まきも終わるっていうやり方もね、大きい産地なんかを使って皆さんおやりになってますけどね、この辺の周りでも、春人参なんかをね、そうやってやってる方はいっぱいいらっしゃいますが、設備投資は一体いくらかかるんだろうって感じですよね。ただそれだとね、一人で何単もできますね。ヘクタール単位でも一人でできますね。春人参専用ですけどもね。よいしょ。今日はね、これ種まきね、50メートルありますんで、ね、こっからこうずっとパンしてみると、ね、50メートルありますんで、まあ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 、まあでも2人でやればね、こう1時間、2時間はかかんないかなって感じですけどね、それぐらいはまあまあ、この時期はね、まだいけますってことですね。もう農繁期が終盤に入ってきてますんで、大丈夫かなって感じですけどもね。下向くとちょっと鼻が詰まって苦しいっていうね、それが一番あれだったんでね、さっきの機械でいやなんかできるかなと思ったんですけどね、こういう時に使えないっていうのはどうしようもないわけでして、よいしょ。あ、2粒巻きですね。まあ葉っぱ付きで出したいなと思ってるんで、ね、多少小さくてもいいんじゃないかなっていう感じですね。こっからもうこのまま春にね、つながっていく形になります。よし、よし。結構ね、イノシシに破られててね、なかなか厳しいんですよ。よいしょ。ずっと中腰なんでね、なかなかこの体勢は厳しいっす。まあ除草をおそらくせずに多分、いけるかなって感じです。よいしょ。この頃もうこの1週間本当に体調が最悪でしてね、もう何も考えられないですね、そういう時はね。まあしょうがないんですけども、黙々とね、そういう時はこういう種まきとかね、草むしりとか、そういうね、地道な作業がいいですよね。頭空っぽできますから。さあ、そんなことでこんな感じでね、巻いていきますよ。はい、まだまだ先は長いね、先は長い、先をねあんまり見ない方がいいんですけども、ということで、今年の秋冬ね、ちょっと人参なんか市販でもやっぱ人参高いみたいですけどね、今年秋冬どうなんですかね。まあこの辺のやつはある程度ね、7割方できるかなって感じですけどね、やっぱ例に比べてやっぱ調子悪い感じがしますよね、人参ね。そんな感じで今日はね、もう春へ向けてのね、3月の人参の種まきをしている、そんな百姓農園の動画でございました。それではまた。